では文献紹介として、修士2年宮西が発表します。今回、紹介する文献がタスクベースドエバリエーションオブマルチワードエクスプレッションズアパイロットスタディインスタティスティカルマシントランスレーションというもので、ナックル2010年のものになります。と、まあ、今回の、論文の概要、文献の概要なんですけど、まあ、マルチワードエクスプレッションの効果を SMT で検証しました。でこれは、英語からアラビックに対しての、ものになっていて、マルチワードエクスプレッションを使ったのは英語側のみとなっています。で、3パターンの組み合わせで実験してまして、で詳細は後で述べるんですけど、まあ、どのように SMT に組み込むのが良いのかっていうのと、あとどのようなマルチワードエクスプレッションを聞くのか、そのマルチワードエクスプレッションの取り方、取得の方法みたいな部分も検討しています。とでもうすぐに行きたいと思います。で、まず統合方法なんですけど、筆者らは2つ一応用意してます。それが、単語分割時にマルチワードエクスプレッションを考慮するというスタティックインテグレーションという方法と、あとダイナミックインテグレーションといって SMT の組成としてマルチワードエクスプレッションに対する組成っていうのを組み込んだっていうものです。で、ちょっとだけ詳しく述べます。スタティックインテグレーションなんですけど、こちらは、まあ、辞書などを用いてそのマルチワードエクスプレッションを取得してきて、で訓練データと評価データそれぞれの単語分割時にマルチワードエクスプレッションを認識させます。で、派遣したマルチワードエクスプレッションはアンダースコアで結合して1語としてみなして機械翻訳に入れるっていう、もうすごい、まあ、単純な手法だと思います。でどっちも単純ではあるんですけど、ダイナミックインテグレーションの方なんですけど、まあ、SMT の組成としてマルチワードエクスプレッションをの組成を組み込むということで、その単語を持つマルチワードエクスプレッションの数っていうのを組成としています。そのマルチワードエクスプレッションの集合がありまして、その中でその中で、まあ、なんていうか、例えばオブはどんな組成を持つのかっていうと、まあ、マルチワードエクスプレッション集合の中でオブが出現している回数っていうのが組成になります。なので、まあ、おそらくそのマルチワードになりやすさみたいな部分を組成にしているっていうことになります。で、取得方法も2種類一応用意されていて、ワードネットから取得する方法 と、データ中の N グラムから頻度上位で取ってくるものっていうのがあります。で、まずワードネットからこれ取得する方法は、スタティックもダイナミックもどちらも試してます。でこっちのトップ500っていうのは、ダイナミックのみで試しています。で、ワードネットから取得する方法なんですけど、まあ、一応その表層系ではなくてちゃんと活用系の違いを考慮しないようにして、マルチワードエクスプレッションを判定してます。さらに言うとその、まあワードネット内にあるそうなんですけど、このワンズっていうのがハーになっても大丈夫なようにっていうぐらいの、そういうバリエーションはちゃんと考慮しないようになっています。別のものとしないようになっています。で、別のものじゃないですね、ちゃんと取れるようになってます。で、このトップ500のものなんですけど、まあ、N グラム10の中で10以下のものの中でその頻度すごい、そうですね、頻度上位500を取ってきて、まあ、それを暫定的なマルチワードエクスプレッションとしますっていうものです。なので、まあ、この2種類の取得方法について一応取得してきた同義語、同義語じゃないすいません、マルチワードエクスプレッションを見たんですけど、その結果そのワードネットから900個、これはテストセットの中でです、ワードネットから900個、 N グラムから500個でっていうのが取れたんですけど、その中で一致したのはたった10個だったということで、全く傾向の違うマルチワードエクスプレッションが取得できたのではないか
つまりその作り方の比較としてはもう言語情報を使うのかその自動的に取得するのかっていう結構大きな違いが出てるので、これを比べることにも意味はあるっていうふうに筆者らは述べています。で、まあ、ここからは実験設定の話です。まあ、評価データとしてはオープンマシントランスレーションエバリエーション2008年のものから816文、訓練データは、ニュースワイヤーパラレルコーパスから、2.5 ミリオン分取ってきています。で、使用したツールはこのようになっていて、アラビックの単語分割はアラビックツリーバンク V3 トークナイザーを使っています。で、英語の方は、まあ、そのパンクチュエーションのルールで普通に切っているだけです。で、あとは、まあ、ツール、機械翻訳のツールとしては以下のようになってます。で、こちらが結果になります。で、一応ベースラインとしては単純に特に何もせずに翻訳した結果で、トップ500エナグラムの、インテグレーションがダイナミックのものがこちらで、ワードネットは2つダイナミックとスタティックがあります。で、この結果を見ると、ま、見ていただいて分かるように、ちなみに TR は、値が少ない方が精度というか性能が良いっていう風な判断になっていて、ブルーは、まあ、高ければ高いほどいいっていうものです。で、その結果なんですけど、まあベースラインに比べては、まあ、複合語を考慮した方がどちらもちゃんと性能が上がっているっていうのが分かるんですけど、ワードネットのマルチワードエクスプレッションを使った場合のダイナミックとスタティックで比べたときに、そのブルー値的にはスタティックの方が向上が見られる。ただし、TR の方はどちらかというとダイナミックの方が良さそうという結果が出ました。そこで、筆者らはこのようなデータを出してまして、そのそれぞれの統合方法がブルーと TR を、の性能の向上を助けるのか害するのかっていうのを割合を出してます。その結果、まあ先ほどの方ではそのブルーと TR でダイナミックがいいのかスタティックがいいのかっていうのでちょっと割れてたんですけど、まあ、これをこの読みる限りではスタティックの方が助ける場合が多いっていうのが分かるかと思います。で、まとめます。今回はマルチワードエクスプレッションの効果を SMT で検証して、3パターンの組み合わせで実験を行いました。で、まあ、全体としてマルチワードエクスプレッションを考慮することで SMT にとって良い結果が出ています。で、その中でもスタティック&ワードネットマルチワードエクスプレッションを使ったものが特に良くて、そのちゃんと形態素分割の時点で組み込むっていうのが良いっていうのと、あとそのちゃんと言語的な語彙的な資源を使った方が良いっていうのが筆者らのまとめになっています。以上で発表を終わります。